カフラマン火山急小火山は、トルコ中央アナトリア地方アンカラ県、アキンチ平野のアンカラ市北東に位置する、町軍。2010年の国勢調査によれば、この軍の人口は39,537人で、そのうち37,718人が、カフラマン火山の町に住んでいる。この軍の面積は、 408平方キロメートルで、平均標高は890メートルである。一帯の平野は、戦死時代に遡る太古の昔からの過去の積み重ねがあることが、考古学調査によって明らかにされており、ビティク保育の墳墓の発掘では、同期時代に遡る出土品が発見された。百六十一年、部格という軍の下の単位の中心地が、ヤジベリの村から、 当時の火山へ移された。1971年、火山は地に相当するベレディエに昇格した。1987年には火山軍が創設された。2016年10月25日、火山は新たにカフラマン火山へと解消された。これは火山が同年7月のクーデター未遂事件の主要な現場の一つとなったことを踏まえた解明措置であった。 カフラマン火山は元々の地名である火山に英雄のを意味するカフラマンを冠したものである。当地はアンカラの人々にとって週末を過ごす場所としての人気が高い。カフラマン火山は小規模ながら経済活動の盛んな町である。当地の代表的な産業には醸造業やセメント工場などがある。この地区は経済開発が加速されており、 アンカラ県において最も経済成長が著しい場所の一つとなっている。2011年11月にはトルコ宇宙システム統合試験センターが当地のフェティエ地区に設けられた。地下600メートルほどには大規模なトロナ鉱石の交渉があり、当地にあるシナグループの火山ソーダ大レクトリックが採掘と加工に当たっている。ありがとうございます。